記憶キャッチャー第2話。やめろ、やめるんだ。落ち着け、話せばわかる。何者かが父をナイフで刺す。あ、なんだよこれ。父さんが殺された時の映像じゃないか。映像は以上になります。これは俺の記憶じゃないのか。もしかして俺はその犯行現場にいた。犯人の顔は映されなかったものの、父を刺すナイフの手は男の手ではなかった。あれは女の手だ。俺は家に帰るとすぐに母さんのいるところに向かった。なあ母さん。何よそんなに慌てて帰ってきて。父さんと母さんが鉢合わせた泥棒って男だったんだよな。そうだけど。本当にそうだった？ちゃんと顔見たのか？なんでそんなこと聞くのよ。女なんじゃないかって思うんだよ。父さんのこと思い出すのは辛いことかもしれないけど、これが分かれば警察の捜査をもう一度。ユーマ、警察はもう捜査を打ち切ったのよ。母さんだってその瞬間から諦めることに決めたわ。お願いだから過去のことは思い出させないで。あなたまで失いたくないのよ。母さん、なんでそんな頑なに。母さんじゃダメだ、やっぱり自分で調べないと。翌日、俺はまたあのゲーセンに向かった。赤いカプセルに謎が隠されているはずだ。3000円を握りしめてきた俺はすぐにゲームにお金を入れた。今見えてる赤色のカプセルは1つだけか。頼むから取れてくれ。しかし赤色のカプセルはなかなか持ち上がることはなかった。3000円で取れたのは1つだけ。くっそ、もう一つ赤いのが見えてきたのに。もう金がねえ。とりあえずこれ見るか。すみません、お願いします。かしこまりました。こちらにお座りください。こちらの装置を。説明は大丈夫です、すぐに見せてください。かしこまりました。では目を閉じてください。やめろ。どうしてこんなことをするんだ。話せばわかる。ナイフが父さんに刺さる。ユーマ、ごめんな。刺さったナイフが引き抜かれる。その瞬間、裏切ったら許さないって言ったわよね。映像には母親が映っていた。お疲れ様でした。嘘だろ、父さんを殺したのは母さん。残った赤いカプセル、これに答えが書かれているのかもしれない。俺はゲーセンを出ると走って家に向かった。何としてでも今日知らなくちゃいけない。手が震える。俺はそっとドアを開けるとすぐに自分の部屋に向かった。ずっと貯めてきたお小遣い、これを全部持っていこう。俺はお金を持って玄関へと向かう。その時、あら、お帰りなさい。帰ってきたの？ああ。どうしたの、ユーマ。なんだか顔色が悪いわ。母さんは俺の方にそっと手を伸ばした。やめろ！ユーマ？ごめん。ちょっと行くところがあるから。俺は逃げるように家を後にした。そして一目散にゲーセンに向かう。記憶キャッチャーの前に着くと、すぐにセットしてお金を入れた。頼む、取れてくれ。くっそ、なんで取れねえんだよ。もう一回だ。ゲームをしては両替をしてを繰り返し、1万円以上かけてようやく赤いカプセルは落ちた。よし、やっと取れたぞ。早く、早く見なくちゃ。
すみません、お願いします。いらっしゃいませ。こちらにお座りください。そして目を閉じて。いいから早く見せてください。あなたが忘れていた記憶がよみがえります。違う。お前の勘違いだ。俺は浮気なんてしていない。じゃあこの写真は何よ？それは、向こうが酔ってて、ふらついただけだろ。もうこの話は終わりだ。疲れてるんだ。何よそれ。約束したじゃない。あなたは私を裏切らないって言ってくれたのに。一度の過ちだろ。それぐらいでぐちぐちうるさいな。許さない。絶対に許さない。殺してやる。やめろ。どうしてこんなことをするんだ。話せばわかる。裏切ったら許さないって言ったわよね。パパ、ユーマ。血だらけのナイフを持った母さんはゆらゆらとこっちにやってくる。泣かないで。大丈夫よ。ねえユーマ、さっきのこと全部忘れなさい。父さんを殺したのは強盗よ。いいわね。絶対に思い出しちゃダメ。母さん、あなたのことまで失いたくないんだから。約束守ってくれるわよね。嘘だろ。俺はなんでこんな大事なことを忘れてたんだ。どうすりゃいいんだよ。フラフラになりながらゲームセンターを出たその時、ユーマ、遅いから迎えに来ちゃった。エプロン姿のままの母さんが立っていた。あ、ねえ、どうして逃げるのよ。母さん、せっかくあなたの好きなハンバーグ作って待っていたのに。やめろ。来るな。約束したのにね。どうして守ってくれなかったの。母さん、言ったでしょ、あなたまで失いたくないって。毎週月水土曜日20時配信。チャンネル登録をして最新作品をチェック。